マイナンバーとすべての銀行口座の紐付けは税構造改革にも欠かせないと思うのですが、与党も野党もやりたくないのかすいませんね。そうなんですよ。だから私は今回混乱してるのも中途半端な公金受取口座を登録してくださいって言って、こう、利用者が自分で、その子供のマイナンバーとかに、親が口座登録してるからこんなことになるんですよ。そうじゃなくて、すべての預貯金口座、銀行口座はですね、自動的にマイナンバー紐付けしときゃいいんですよ、最初から。だから、なんでこの自民党政権がやるデジタル化がこう混乱を続けているかって言ったら、中途半端だからです。やりすぎだから混乱してるんじゃないです。中途半端だから混乱してるんです。だからもう河野太郎大臣も分かってんだから、もうバシッとやればいいのにね。で、かつて、その高市総務大臣の時に私が総務委員で国会で質問した時に、高市さんに私はもう何度も銀行紐付け、銀行口座の紐付け義務化、全口座紐付けをやるべきだって言い続けたらね、ある時高市総務大臣がやりますって言ってくれて、記者会見で、全ての銀行口座のマイナンバー紐付け義務化って言ってくれたんですよ。ところが、1週間後に撤回ですよ。それぐらい自民党というのはやっぱり透明で公正な経済社会したくないんですよ、自民党は。だからやっぱり維新の会、野党第一党になって政策競争せなあかんということだと思います。ね。